山村明義の噂の真相、またこの時間がやってまいりました。本日も、作家で、評論家、そしてジャーナリストの、山村明義先生とともにお送りをいたします。先生どうぞよろしくお願いします。小野先生、本当に、ありがとうございます。来ていただいて、なぜかこういう初コンビという、そうなんですね、先生とはね、ずっとお目にかかって、一緒に飲んでっていう、よくやるってるんですが、こういうところでっていうのは初めてなんですね。初めてなんですよね。もう初タッグマッチを組ませていただきました。よろしくお願いします、なんか、あのファンの人が待ってたみたいな。あ、そうですか。あのぜひ小野先生とやってください。 ありがたいですね。かなり私のところ強い要望がありますので、よろしければよろしくお願いします。よろしくお願いします。あの着ぐるみ脱ぐと、あの田沼先生になるとか、そういうことないですからね。だから出てくるってことですね。そうですね。からくりが、いろいろとね、こうチャックがついてなかなか届かないとか言ってですね、言ってましたけどね。ちょっと陰陽師をですね、バックに踊っていただいて、今日の噂の真相ですけど、まず連合の動きと、そうですね、いうところから、行ってみたいと思うんですが、春闘ですからね、やっぱりね。で、まあ、安倍総理が目標とする賃上げ 3% というですね、これが達成するかどうかという、まあ、そういう矢先に、実はあの連合の傘下の産別というのがありますね、産業別組合とか、組合ですね、でその組合のこのある会合が16日に行われたと。で連合政策制度推進フォーラムという、まあ設立をされたということだったんですけど、あの連合もですね、何分にもこう支持母体としてこう政党を支持するわけですけど、その受け皿の政党の方がこう三分割され、あの立憲民主党とか希望の党とか、そういうこともあって、まあ、こういうふうな会合という、そうなんですね、無理やりなんかくっつけた感がありますよね。で神津会長もなんか田舎の法事のようだとで言って、まあ、法事っていうのは、まあ、ご承知通り、まあ、いやいやながらですね、集まってですね、でそれで顔見たくもない、法事だからっつってなんか話さなきゃいけないみたいな雰囲気になっちゃったっていう、そういう意味で、まあ、まさにこの三分裂してどうすんだっていう感じだと思うんですけど、まあ、我々の見立ては、立憲民主党がやっぱり自治労と二強争を握ってるんでですね、やっぱり左派系がやっぱり強くなって、で左派系が強くなると、やっぱりだんだん分裂をまたしていくっていう、まあそうです、昔 の総評と同盟みたいなんですね。ああそうですね、で綺麗に二分割すればいいのに、なんか二分割も、ややしないっていうですね。そうですね、だから電力とか、あと前線とかですね、いわゆる前線とかですね、でそういうところも含めて一体どうすんのっていうのがあるんですね。そうですね、中身としては、例えばジャムとかですね、昔の全金ですかですね、一緒になったんですけども、あれもともと総評系と同盟系のものが、まあ、同盟になった時に、同盟と総評だった時に、連合に一応山岸さんの時になったんだけども、一応産別としては分かれたんですよね、でそれをくっつけて今に至ってるんだけども、こういう三分割状態とか、で実際には社民党も支援してるので、まあ、四分割ぐらいなことになっちゃってるんですけども、それがまたこう分かれていくのかとかですね、そうですね、もう本当選挙なんてもう個別支援でしかありえないっていう形になってますね。まあそうですね、例えば三菱重工さんとか、石川島播磨とかですね、ああいうところでしたら、それはやっぱり旧社会党系、まあ、例えば愛知の赤松さんとか、ああいう系の方をじゃあ支援できるかってちょっと無理ですよね。逆もまた真なりでね、こう自治労とかやってるね、こう人たちがこう、例えばこう長嶋昭仁先生とか、ちょっと厳しいわけですよね。そうですね、まあ、希望の党行っちゃった人がますます連合離れっていうことになっちゃいますよね。そうですよね、だから右派系、また結局同盟系の人たちがきついっていう話になっちゃって、結局繰り返してるんじゃないかっていう。そうですね、連合本体とすれば若干こう右にありつつも、ただ強いところは左だったりするっていう、そうなんですよ。だからこう、山口さんの頃からこう左を立てすぎなんですね、私が見るとですね。で日共争、まあ、自治労強いですよ、強いけど立てすぎるからまとまらないっていう、この繰り返しなんでですね、いつかやっぱり連合はもう分裂せざるを得ないっていう。そうですね、ただそうすると漁夫の利を得るのが共産党系の、共産党系ですよね、確かに、それをさせたくない、そうですね、いや
やだから本当まあ私の知ってるところでまあ旧観光老系のですね、まあ全国税っていうのがありましてですね、はい、でまあいわゆる財務省の労働組合っていうのがあるんですね、はい、うん、で財務省のうち、まあ、いわゆる国税庁ですね。おっと今最近の流行りの、はい、もう確定申告の時期なんで、しかもね佐川長官がもうやり玉に国会で上げられてるっていう、まあそのやそれ誰が仕掛けてるかっていうのは、まあ、私なりにあれは仕組みっていうのは分かるんですけど、基本的に全国税に情報提供を依頼すると、まあ、こんなこと言うと本当に怒られるんですけど、すぐしてくれるんですよ、特に野党の人が行くと、で要は全部教えてくれるやばいネタっていうのやばいネタっていうのを、でそういう人たちがいるから、でやっぱり野党系はやりやすくなるっていうですね、で特に共産党系だったりするんですよね、でこれで、まあ、野党の人たちは本当に助かってるっていうかですね、でまあこれで私もこの間ちょっとこう佐川さんがどうなるかっていう話を、はい、ちょっと某官邸の中枢の人としてきたんですけど、どうも佐川さんはいつでも首を差し出していいと。おっと、でこの、まあ、早ければこの3月にでもですね、で今ちょうどデモとか、銀座とか国会前でデモやってるんですけど、結局佐川さん辞めさせろと、そうですね、確定申告に表に出てこないということでやってるんだったら、じゃあもうそのまま表に出ませんってですね、でそういうシナリオが実はあるらしいんですね、とすると、これはまあ、野党、まあ、全国税がいくら仕掛けたとしてもですね、まあ、上の方の財務省の人たちのこう、思うツボっていうですね、そうですね、そういうシナリオになっちゃうんですけど、ただ佐川長官理財局長でしたから、はい、実はチャンネルクララでよくやってる財務省ダービーでいうとですね、まあ上がりポストですよね、まあしょうがないねっていう、となるとお辞めになるのが3月であれ、はい、6月人事であれあまり変わらないというか、ね、そうなんですよ、でまあ向こうの人が言うにはですね、6月でもうどうせ変わるんだから、もう3月でいいじゃないかって言ってましてですね、まあそれだけこうなんかスケープゴードにしても全然痛くも痒くもないというですね、まあ、実はまあ予算をこう盾に取られて、で人質のようにっていう状況では国会はないので、はい、まあ、通ると思えば予算は通るので、はい、そうですね、予算と引き換えに佐川さん云々ということじゃなくてですね、まあ、はい、まあこんだけ話が大きくなっちゃうと、はい、まあこうトカゲの尻尾切りじゃありませんが、そうですね、ご退場いただいてという、まあ、本当なんか強い官庁とか強い政権というと必ず落としどころっていうのを用意しててですね、で、まあ、今回もまあ、野党はと騒がせて、でそれでスーッと引いてしまうっていうですね、まあ、これはちょっと与党がまだ強い証拠だなと思うんですけどね、そうですね、攻め手もちょっとやはり力が足りないのか、劣化している部分があるのか、はいはい、まだ腹毛が通じないという、ね、通じないんですよね、いや昔だったら爆弾男みたいなのを見つけて、ね、奈良崎弥之助さんとかすごいスキャンダルを見つけてきて、でそれでもう与党がーって言ってる間にこう、何発かでいいところを取ってですね、そうですね、でそれでなんか社会党と組んでたとかですね、いつの間にか国体政治という、ね、国体政治がありましたけど、まあ、そういうのは全くないんですよね、クリスタルの灰皿をですね、灰皿をこう投げようとしたら、みんなで委員長席にガッとこう近寄るとかですね、ありました、シナリオをですね、夜な夜なこう神楽坂なんかのですね、朝廷かなんかですね、国体がやってるなんていうのはね、噂では聞いてましたけどね、だからでっかい石の灰皿投げたらダメだとかですね、軽い灰皿を投げるんだって私もよく聞かされましたけど、やっぱり最近禁煙になったっていうのも大きいんですかね、禁煙になったら大きいですね、武器がなくなっちゃったプラカードぐらいしかないと、あんなのは聞かないですよね、だからもっと重いやつじゃないですね、だからちょっと椅子とかもうハイテクな椅子を用意したりですね、まあ空中戦で、まあ、ドローンとかですね、ドローンで上から攻めるとかですね、そういうことをやってもらえば少し面白くなるんですけどね、でも腹芸が通じないということもあって、こう一応下準備というかですね、こう話し合いをしている部分が水面下であるわけで、で正面切ってこう丁々発止をして落としどころで、まあお互いがまあ妥協できる予算を作るとか、そういうのをやっていたはずなんですが、まあ
今の国会の情勢もそうですけれども、なかなかもう落としどころが一体何なのか、例えばこう盛りかけをずっとやってたりとか、落としどころ一体じゃ何なんだっていう、そうなんですよ、常識、昔の常識が常識でなくなってるっていうのがあって、まあ普通ここまでやらないっていうのが盛りかけスパなんていうんですね、もうこれ昔の常識だったんですけど、今平気で野党がやりますからね、で落としどころを作ろうと思ったら野党の方に獣医のですね、皆さんの政治同盟からなんか献金が出たとかですね、やぶ蛇になるみたいなね、いや野党の方からね、もらってたらどうしようもないですよね、玉木さんね、あ言っちゃいましたね、あそうですそうですまあ、というわけでだからもう常識が通じないっていうところでですね、いやもう一つ常識が通じないのは工作員とかですね、北朝鮮によるその工作問題という今 の人たちっていうか野党も含めてマスコミにもそうですけど、一般の国民にもどうも通じないらしいと、そうです、拉致問題がですね、そうなんですよ、なかなかもうこう表面に出てこないというかですね、なんかこうもう以前の盛り上がりがちょっとね最近欠けているところがあったりとかですね、いや、もう本当だからこの間秋田ちょっと行ってましたけど、秋田ではこの間漂着船ありましたね、漂着船から上がった節があってどこにいたか分かんないっていう話がこう、ホットな話題のはずなんですけど、普通の人は一般の人は何の関心もないとかですね、そうですね、で一部の人が知ってるんだけど、もう他の人は全然知らないとか、あるいはこの間三浦瑠麗さんっていう方がですね、スリーパーセルっていう北朝鮮からの工作員、まあ、つまり戦争の時に動き出す、工作員がいるっていう、まあ、我々の世界だったらもう当たり前の常識中の常識の話を言うと、わーっと怒り出す人たちがいたりしてですね、これどうなってんだと私ちょっと最近思うんですけどね、私実はね、三浦瑠麗さん結構批判的なんで、あ私もそうなんですよ、でまあスリーパーセルの話いろいろ出てますけども、まあ、こう我々から見ると、まあ、三浦瑠麗さんが悪いわけじゃないんですけども、スリーパーでもないし、セルでもないっていう、ああそうなんですよ、要するに北朝鮮の拉致問題を見れば、もうスリーパーじゃないですよ、アクティブなんですよ、ああそうですね、で、セルっていうなんとか細胞って昔共産党のですね、東大のなんとか学部のなんとか学科細胞とかですね、昔よく言ってた細胞だったわけですけども、あれ北朝鮮の拉致問題って基本的にもう朝鮮労働党からもうずっとこうオーガナイズされてくるものですから、もうセルじゃないんですよ、オーガナイズなんですよ、そうですよね、セルと言わなかったんですね、そう、もうセルでも何でもないっていう、スリーパーか、もしくはもうスーパー、マルケとかですね、公安用語でマルケっていうんですよ、で要は工作員、そうですね、工作員に K を丸しただけっていうですね、丸変って書くと変死体とかですね、ああそうです、そうです、そうです、丸棒とか暴力団とか、あれですね、警察ちゃんと当たってる人とか工作員当たってる人はもう当然知ってる話で、なんか言い方変えたぐらいでね、なんか特に大阪が多いとかなんか言ったら大騒ぎするっていう、例えば拉致でね、はい、まあ、北朝鮮に行っちゃった原忠明さんとか、あれ大阪でしたし、そうですそうです、確かね、まあ、本当だから拉致手助けこう補助をした人ですよね、うん、そうですね、もう有名な、心眼数ですか、心眼数ですね、協力してるわけですよね、なんか共和国英雄とかね、そうなんですよね、まあ、協力者もいたしスリーパーは、まあ、当然いて、スリーパーっていうか、まあ、最初から起きてるんですよ、スリープしてないっていうね、スリープしてないっていう、堂々と拉致してるわけですからね、これはもう拉致問題に携わっていればもう常識中の常識なもんですから、いやだからどうも忘れっぽいっていうかですね、拉致何十人何百人何千人したらいつまで分かってくれるんだろうっていうのが、その正直な思いでですね、これからだからこうその都度こういうことを言わないと結局普通の人が忘れちゃうもんですから注意喚起しなきゃいけないっていうですね、拉致問題はねまだまだ続いてるんですよ、そうなんですよ、現在進行形の人権侵害行為ですからね、はい、でこの間も韓国からですね、北朝鮮の工作員っていう名乗った人が来て、自分たちは工作員で、まあ、今拉致会社生きてると、で5人は少なくとも生きてるっていう話をされてるんですけど、まあ、結局生きてる現在進行形の話を、工作員スリーパーセルって言われると困るとかですね、80年代と同じ70年代、
ですかね、あの頃と同じになってるような気がするんですけどね、うん、私なんかこう外国に行ってですね、はい、北朝鮮の拉致問題があるんだっていうふうなことを主張していたのが1990年代の半ばぐらいだったんですけども、はい、あの頃に、まあ、あの旧社会統計の方々もですね、一緒にいたりして、その時にその拉致問題のことを出すとですね、はい、共和国がそんなことをするはずがないって、ね、言われました、言われましたね、ああいうような、だから拉致疑惑とかですね、行方不明者とか言ってね、あの新聞では書かれてましたけども、あ、私なんかも直接工作員の家の自宅の住所調べて、80人ぐらい当たってったんですよ、でそれでそれ当たってったら自分は知らないってもう必ず言うんですね、でこれやりましたよねって、いや知らない、でこれをやりましたよねって、だんだん黙り出して、帰ってくれっつって、それで家の門をドアを閉めるっていう、そういうことやったのに、すごい嫌われましたからね、で工作員の敵みたいな形で私は北にめちゃくちゃ嫌われてるっていう。いまだにこうなんかね、あの人たちは本当に要はこう自意識があるんですね、自分たちが悪いことやってるっていう、でそのまま日本に住み続けてるっていう、特に横田とかですね、米軍基地の周りになぜか多いっていうですね、まあ、そういう人たちがたくさんいましたけど、まあそれをかばう人たちがなんか最近多くなってくると、まあ一体この日本ってのはなんて忘れやすい国家なんだろうなと思ってしまいますよね、まあ拉致問題現在進行形の人権侵害で、まあ、これに例えば携わっている皆さんといいますと、例えば特定失踪者調査会、調査会ですね、救う会、救う会も、ね、家族会3団体中心にですね、まあ、特に特定失踪者調査会は、ではですね、まあ、最近潮風っていう単発放送ですね、はい、潮風ですね、ずっと最近まで送っててですね、で要は単発放送である一つで届かなくなったって言われてるんですね、でまあ周波数変えたりですね、向こうも受信しないようにすることが、まあ、これも工作の一つですね、だ昔だとなんかラジオにハンダゴテかなんかでなんかハンダ時計してなんか動かないようにしたとか、なんかこうチャンネル動かさなくしたとかで、今、でもデジタルなんで、デジタルができるんですよね、多分なんかこうもうカットするなんかをやってるんでしょうけどもね、そうなんですよ、だからこれだとしょうがないんで中波とかですね、AM 中心になんかしなきゃいけないんですけど、まあだから私聞いたこと話によると、九州のある県に行って、ラジオ放送があるんですけど、ある TBS 系のですね、まあ、あとテレビ朝日系のラジオ局に行ったら断られたと、協力しないと、さもありなんて感じですね、まあ、テレ朝はテレ朝かっていう話になってるんですけどね、だから本当にだからそういうのは日本人って忘れてはいけないことを忘れてはいけないんですけど、本当に忘れてしまってるっていう、そうですね、はい、ということなんで、まあ本当に常識外のことが次々起こりますけど、ですね、ちょっとつかの話ですけど、最近の裁量労働制っていうのがありますね、ものすごくこういろいろと、これも野党がガンガン問題になってる、あの問題は私裁量労働ですから、私もそうなんです、で残業という概念がまずないんですよね、そうですね、はい、でこれは江崎道夫先生がフェイスブックにも上げてらっしゃいましたけども、はい、我々こうオンの日っていつですかって言ったら、はい、こう普通に仕事に行く日、だ先生は例えば国会に取材に行く日、私は大学で講義する日って言われるんですね、そうですね、でオフの日って何って言われたら、これは自宅とか、まあ、まとまった場所時間でそこで原稿を書いたりとか、それをやる時、そうですね、これは裁量労働だと思ってるんですよ、なるほど、だいわゆるオンの日は仕事に行って、オフの日はお休みとかではなくて、基本的にお休みないですからね、そうですね、労働人がわからないというのが裁量労働制 の、その特徴だと思うんですよ、だから短いって言われたら短くかもしれないし、ね、長いって言われたら長いですよね、もうとにかく四六時中仕事ですからね、仕事ですからね、だからまあ、そういうことをこうガンガン言われてもね、裁量労働者の私としては思っちゃうんですけど、そうですね、私も本当に裁量労働もう最たるもんですから、そうですね、いやだから本当ちょっとこう野党の追及っていうのは本当にずっとポイントがずれてるなっていうふうに思うんですけど、ためにする議論っていうんですかね、何をこう落としどころにしてるのか、何を言いたいのかよくわからないっていうですね、もう本当に10年政権って安倍政権を言われますけど、安倍政権を生き延びやしたそのものが野党ですからね、でところで佐川さんの
話とかね、やっぱり財務省というとですね、もうそろそろこう規定路線になってくるのが消費税とかですね。ですね、あれは日銀の人事でね、はい、一応若田部さんは消費税は延期をする派のようですけども、そうなんですよ、どこまで言われるのかって、これを未知数でですね、誰もわからないって言われてるんですけど、まあ、反対してくれるこう勢力とあと積極的流れですね、それはだんだん弱まってるんじゃないかっていう説があってですね、で一つは今回麻生さんが随分まあ、日銀人事を引っ張っていたと言われてましてですね、っていうのは安倍さんが今回決めたって思ってらっしゃる方たくさんおられると思うんですけど、実はそうでもなくて、基本的にはもう麻生さんがうまく財務省をリークさせたりですね、あれ全部麻生さんがコントロールしたっていうですね本田さんになるとかね、いろんな話がしっかり日がいっぱい引っかかったっていう人が多いと思うんですけど、で日本経済新聞と話したらもう本当直前まで分かんなかったって言ってましたん で、そういう仕掛けをこう全部麻生さんがやって、麻生さん主導でやったっていう話なんですね、でまあ、安倍さんはどっちかというともう任せたと、知らないと、まあ、本当に知らなかったという説もあるんですけど、まあ、結局麻生さんと安倍さんというのは意外とこう、まあ、安倍さんの方がですね、麻生さんにお世話になってるというケースがある、まあ、麻生先生大先輩ですからね、そうですね、まあ、安倍さんも立てるんですよね、ああいう人ですね、でうまく立ててこうこれまでこう、副総理としてやってもらってきたっていうのがあるんで、財務大臣の歴代のトップですか今。そうですね、もう最長在任ですね、最長になろうとしてますね、宮沢喜一先生を超えてしまうという。ああそうなんです、そうなんです、もう宮沢さん超えたらもうあといないですね。そうですよね、福田赳夫か水田幹雄かとかですね。そうですね、いやだから麻生さんもう本当最近はなんかこう、もういい気持ちで銀座でですねゴッドファーザー の松江っていう人に会って先週フライデーで乗ってましたけど、いわゆるもう自分たちも自分のこうファッションの話をですね、そういうこうマフィアの末裔としたとかですね、普通だったらこう大スキャンダルになりそうな話ももう平気でやるようになっちゃったっていう、やっぱソフトボーとかね、ほとんどもうね、こうどこのマフィアですかみたいなで、そういうマフィアファッションが磨きにかかってきたという、まあいずれにしてもこの2人がいるって言って、で消費税が上がらないかというと意外とそうでもないんじゃないかっていう気がしてきたんですよ、っていうのが、まあ、麻生さんが今回安倍さんに貸しを作ったっていう話になっててですね、で、まあ、今回はもう自分が仕切ったから、まあ、いろいろあるけども、まあ、消費税は実は協力してくれよって、まあ、周りも含めてですね、ですね、官房長含めて、そういう伏線でずっとこう、進めてるっていう、ではないかという話が出てるんですけどね、平成31年の10月1日ですからね、まあ、もうあと1年半切った感じ、はい、そうですね、まだ1年半ですかね、1年半ありますけど、まあ、ただ半年前にはつまり来年の4月ですね、でそのぐらいには何か発表をしようというのは、まあ、少なくとも6ヶ月からそうですね、その前にはやるやらないというのを発表させないで、ね、で事実上は、まあ、来年の4月ですよ ね、 でも4月の末から5月にかけてはこう、はい、刑事が続くわけでありまして、そうなんですよ、まあ、ご上位がです ね、 ですね、儀式がもう4月、30日に、ね、ご上位の、3月から4月、そうですね、5月6月7月になると今度参議院選挙がありますね、ありますね、なんとなく反対できないというか、消費税上げてもいいじゃんみたいな雰囲気になってくるんじゃないかっていうのが、これがちょっと私たちは本当に怖いんですよね、これまた野党がさっきも言ってますが劣化してるので、はい、消費増税を掲げたら、はい、自民党がですね、改選121議席のうちのですね、30議席ぐらいしか取れないとかですね、そうなんですよ、こういう状況ではない、はい、山が動いたって言ってたね、マドンナ旋風が巻き起こった、はい、社会党が大勝した時のですね、一般売上税だか消費税だかの、はいはい、あの時の勢いなんてのはまるで野党にないですからね、そうなんですよ、でも消費税賛成ですしね、野党は そうですね、しかもリフレ反対ですし、そうですね、話にならないっていうんですね、
三党合意とか言っておきながらね、三党合意のうちの一角がなくなっちゃってますからね、うん、そうなんですよ、やっぱりね野党がしっかりしなきゃいけないって本当にそうなんでですね、まあ、消費税ぐらいあの、まあ、共産党だけっていうのが、ね、そうですね、現状なんでですね、まあ、なんとかしてもらいたいですね。そうですね、はい、まあ、本当に財務省というのは我々 の、 あのテーマでもありますので、ね、そうですね、まあ、これからもちょっとあの麻生さんのあの内輪話とですね、それとあの安倍さんとの本当の関係っていうのを、ね、まあ、これからもちょっと触れていきたいなと、ね、楽しみですね、それね、まあ、ちょっとあの関係は悪くないんですけど、うん、本当あの麻生さんがうまく利用しているところは、私から見てありますんで、あ、まあ、まあ麻生先輩って感じでこうね、う立ててる部分もあるでしょうからね。そうなんですね、最後の借りが、まあ、借りを返してもらうのが消費税だったら、これはちょっと国民にとって我々にとってもまずいよね、という、もうあの野党の皆さんもね、しっかりと質問してください、ああ、そうです、ね、仕事してくださいって、はい、まあ、本当だから、うん、あの霞が関の人もあの、頑張ってもらいたいしですね、で特に厚労省の人は何かこの裁量労働制で、あ の、 あのデータを送っちゃいかん、そうですね、あんなの分かんないんですから本当は、それをちゃんと報じて、あの、うん、まあ、ある人によると、まあ、厚労省とですね、最近あの文科省ですね、でそれと宮内庁、この三大、あの三省庁は、うん、まあ、はっきり言って三大あの三流官庁と言われてるらしいんでですね、もうちょっとあの霞が関この三大あの三省庁の人はもう少し頑張ってもらいたいとですね、思いますね、まあ、あとあの防衛省の皆さんも、ね、防衛省もしっかりとあの予算を、ゲットしていただいてですね、そうですね、制服一着じゃダメですよね、そう、夏と冬とですね、着替えも必要ですからね、そうですね、着替えなしでどうやんのっていう、そうですよね、というわけで、まあ今日はちょっと話があちこち飛びましたけど、我々応援してますから、応援してるんですよ、まあ、ぜひ皆さん頑張っていただきたいと思っておりますので、はい、今後ともあの小野先生とまたちょくちょくよろしくお願いします、どうも本当にありがとうございました、ありがとうございました。